はい、えーどうもこんにちはくんです。ということで、今回はですね、YouTube から、えー、あのドッキリ動画、みんなね、YouTuber みんなやってるね。やってない YouTuber っていないんじゃないのかが、えー、バーンされると、いうことで、えー、規約がね、えー、ついに1月15日、変わりました。えー、いよいよですね、うーん、なんだドッキリがなくなったらどうなるんだドッキリがなくなったらもう、みんなとりあえず魚さばくしかないみたいになっちゃうね。魚さばくか、 んなんかこういうくだらない話を動画でするか、ぐらいしかなくなってしまう。はい。えー、ということで、そのね、話の、えー、真相を話していくんですけど、まあ残念ながらというかね、まあ幸運なことに、えー、本当にドッキリ動画が全てなくなるかということ、そうじゃないです。どういう動画がなくなるかっていうと、えー、まずドッキリに関して言うと、えー、まあ例えば、え、車の中から発砲するふりをするドッキリ。ま <laughs> あ日本の YouTuber でやってる人いないかな。 <laughs> っていうか、日本のユーチューバーでやってたらもう一瞬で炎上するよね。うん。多分、瞬ゅけすると思う。で、あと次が、えー、なんだ強盗の振りをするドッキリ。強盗の振りなんだそれは。ちょっとよくわかんないね。<laughs> 強盗の振りはちょっとよくわかんないですね。なんか見たことない。強盗の振りドッキリって。なんか、あれなら見たことある。あの、イスラムの、 あの、格好して、あの、なんていうのかな、あの、ジュマグじゃなくて、えっと、な、なんだっけ、なんかそういう格好があるんだよ。えっ、ー、と、ちょっと白くて、あのー、ちょっと、白くて、白い格好あるじゃん。あの、あれだよ、あれ。中東の石油王の格好。あれをしてバックをポイって投げて、その、テロリストっぽくするドッキリみたいなね。えー、そういうのは見たことあるけど、強盗の振りドッキリは見たことないですね。まあ、が、えー、まあ、アウトになると。で、まあ、他にも、まあ、それは、 不可要素で、実際のメインの標的となってるのは、えー、っと、アメリカで、アメリカっ海外、日本以外で、洗剤を加えるドッキリってのがあって、あの、意味不明だよね。それ面白いのみたいな。あ、でもね、ここでね、あのー、よく、なんか、なんだろう、うこう、議論がね、変な方にね、俺向かう時あると思うんだけど、それで、こう、いや、洗剤加えるとか面白くないし、そんなのダメ、なくなっていいみたいにさ、 こう、言い出す人いるかもしれないけど、そこじゃないんだな。そこじゃない。別に危険だからってだけであって。あのー、そんなこと言ったら、ね、あのー、そういうネットの <laughs> 面白塗りとか、ネットの悪ふざけって、あのー、基本的に意味不明なんですよ。だって、あのー、ホモビデオで、あの、空手部の、あのー、学生3人が合宿に来て、お風呂に入る映像を見て、なんか草を生やすみたいなさ、それとか後輩をね、 あのー、昏睡させて、それを見て喜ぶみたいなさ。あのー、その方が意味わかんないじゃん。ホモビだよホモビーはなんかなぜかミームになってるみたいなさ。まあ、それもおかしい話だし、まあ、人のこと言えないと思うよ、日本も。で、まあ、それはいいんだけど、<laughs> あのー、石鹸と、あとあれ、なんかオイルを体に塗って、火を着火で着火するファイヤーチャレンジみたいな。<laughs> なんだそれって感じだけど、 死ぬじゃん。まあ、普通に死ぬんだけど、あの、それが規制されると、まあ当然ちゃ当然だよね。まあダメな動画になるというふうなことらしいです。まあでもどうせね、YouTube 様のことだからね、どうせガバガバ審査すると思うんだよな。あの、ひ,ひどいよ、マジで。マジでひどくて、YouTube のアルゴリズム本当にバカ。AI マジでバカ。あの、っていうかね、YouTube マジで、あの、こういう規制するのはいいけど、外にいいかっこしいして、 結局適当なものを実装するんだよ、この人たち。あの、例えば、あの、俺がね、タイトルに、あの、彼女に無理やり、えー、あ、違う、彼女にゲームを無理やり発売させられたみたいな感じのタイトルにしたのよ。でそしたら、なんか広告つかなかったの ?18 禁制限かかって。えって思うじゃん。別に内容は全然普通のゲームをしてるだけなの。で、 なんでだろうなと思って。いくつかパターン試したの。あの、そしたら、恋人に無理やりゲームを発売される、させられた。だったら、OK だったの。えと思って、検証してみたら、女っていうフレーズと、無理やりっていうフレーズが入ってると、なんかもう、ダメあ。それも、はい、はい、はい、違反みたいな。いや、お前、バカ中学校2年生じゃん、もう、YouTube。何考えてんのって話じゃん。 でも、そういう規制を平気で今でもやってくるのね。そういうガバガバ規制。で、まあ、ミスってる。審査的にはミスってて、そもそも、ただし、別に何の問題もないはずなのに、あのー、広告審査しますとかってやったりとかしてて、まああれも、こう、YouTube のトロールなんですよ。YouTube はただただトロールしてる。あのー、なんでだろうね。やっぱそう、なんか、とりあえず出しちゃったみたいな。 あの、すごい掛けやす、な、な、見切り発車がすごいの、YouTube って。とりあえず、なんか、みんなから言われちゃったから、やってみようみたいなとか、あ、ダメなのあ、じゃあ、とりあえず、規制しとくねみたいな、そういう、バーたり的な対応がすごくあるのよね。YouTube って。なんか、これって、そういう企業体質なのか、もともと Google のサービスっていうのが、 あの、Google アドセンスとか、そういう系でもそうらしいんだけど、Google のサービス自体が、その、無料で使えるから多少ガバガバなのは許せみたいな、そういうところの、こう、理念があるっぽくて、まあ、それにしてもひどすぎる気がするけどね、YouTube は。だからこういうね、規制をしたりするのはまあいいんだけど、なんかまた変なことし始めそうだな、みたいなのが、えー、まあ非常に心配になりました。まあ、まあね、そのドッキリのところで言えば、まあ日本の YouTuber はほとんど関係ないね。 うん、日本の YouTuber ってそもそも炎上が怖いから、なんかちょっと前までは、割とこう、過激な動画っていうか、外に出て過激なことやるみたいな動画が流行ってたよね。スクランブル交差点でシャンプーとかああいうの流行ってたけど、なんかもうだんだんやる人いなくなっちゃってるよね。<coughs> なんか多分あれって、ね、みんな炎上が怖くなっちゃったのかな、みたいな感じするよね。炎上ってやばいんだ、みたいな。炎上するとここまで追い込まれちゃうんだ、みたいな。あのさ、結構さ、みんなさ、 YouTube でさ、あのー、動画とかさ、あのー、あれ炎上したりしたらさ、もう、動画をやめろとかさ、もう YouTube チャンネル消せとか、お前の動画を全部削除しろとか、そこまでみんな言っちゃったりするじゃん。もう今後二度と見ませんみたいなんだったら、まあまあわかる。それだって当たり前じゃん。自分だってさ、見なきゃいけないものじゃないんだしさ。で、 YouTube とかだとさ、こんなにいっぱい登録者いるんだから、影響力を考えてこういう動画を出せみたいなさ。いやいや、ちょっと待ってくださいよ。これって公共放送じゃないんですよ。公共放送とか NHK とかじゃないんですよ。NHK とかだったらみんなのお金でね。 テレビを持ってる人みんなのお金で運用してるから、それはちゃんと、あの、公正なね、放送をしなきゃいけないとか、そんなあまりにもふざけたことをしちゃいけないとか、そういうのあるかもしれない。民放だってそうだよね。民放だって、あの、テレビ、テレビの放送の法律があって、その法律に基づいて、えー、公共のね、電波っていう枠が限られた中で放送してるんですよ。だから、えー、好き勝手ね、テレビだから、別に俺ら民、民間なんだから、好き勝手させてくれよっていうのは、ダメなんですよ。ただ、 YouTube に関して言えば、それはできるはずな、別にね、あの、チャンネル登録解除したら出てこないんだし、なんか関連動画に出てうざいっていうのも、そんなのも、別に、ね、無視すりゃいいじゃん。そんなに、そんなにイラ溜まってんの普段。普段何やってんのそんなにだって横にさ、横にちょっとチラチラって出てきた中で、なんか嫌いなやつの顔がちょっと映ってても、ね、別にその、そいつがさ、動画の中に出しゃばってきて、 なんか、わーってなんかやり始めるとかだったら、まあ、うざいよ。わかる。わかるけど、ただ、あのー、なんていうの <laughs> それは関係なくないもう、だって、ただじゃん、これ。さっきも言ったけど。無料でやってるんだから、例えばさ、広告もさ、広告がうざい。なんかこ、YouTube は広告うざいから見ません、みたいな。いやいや、無料じゃん。落ち着け。あの、世の中のものって、別に、王様じゃないから、みんな。みんな王様じゃないの。みんながね、 なんかちょっと大様みたいに思ってる人も多いと思う。だから全部無料で手に入って、全部無料でね。むしろ、俺が見てやるみたいな。俺がアプリテストしてやるぐらいの気持ちで、無料のアプリを使って、で、このアプリはこう、なんか、あの、見にくいとか、まあ、それはさ、書くのは勝手だよ。だけど、まあ、無料なんだから、まあその、広告がうざいとか、なんか、そういうのはね、ちょっと違うかなって気がする。あと関連出てくるのもね、 関連で出てきて、うざい、みたいな。いや、まあ、興味がないおせばちょっとずつ減ってくし、まあ、そこそこまで、そこまでやんなくてもいいなんか、そ、それはちょっと言い過ぎな気がするよね。そう、自分、それって、結局言論弾圧したいって話なんですよ。YouTube っていう大きなコミュニティがあって、それが自分の好きなよう自分の思う形じゃないとうざい、みたいな。こいつもいる。いや、いやこいつは、出てけ、みたいな。 お前のじゃないから、みたいな。これは別に、しかも YouTube のコミュニティなんて、あの、それぞれのチャンネルで自由にやれてるんだから、それでいいじゃんって話なんだよね。それがまとまってるだけで、別に、なんだろう、YouTuber の地位とかさ、別に YouTuber 協議会があるとかさ、<laughs> YouTuber の中の組合があるとかだったら別だよ。だけど、な、例えば、そうだな。まあ、これだったらわかる。その、例えば YouTuber がね、10人事務所に入ってる、ね、その中の1人がすげえ悪いやつだったと。で、他の、 ユーチューバーのことが好きで、あの、こいつのせいで、その事務所の人みんなで評判が落ちてるから嫌だっていうのはまあわかるけど、そういうのじゃないんだったら、別に関係ないじゃんみたいなと思うんだけどね。まあ、ちょっと話が逸れてしまいましたが、まあ日本のユーチューバーは影響ないでしょう。だって、炎上するような動画、そこまで炎上するようなレベルのドッキリ、そんなの作らんでしょまあ作るかもしれないけど、そんな大手な人は作らないんじゃないかな、もう。ということで、えー、まあね、見出しに騙されないシリーズはね、 あの、YouTube ドッキリ動画でバンされますとかさ、あのー、なんだろう、過激なドッキリでバンみたいな、過激の意味合いを考えた方がいいね。あの、さすがに洗剤を食べるとか、強盗のふりをするとかさ、そのレベルのことやってる人いないしね、日本で。だからあんま関係ない話かなと思いました。はい。うんでした。また、話してほしいことがあったらコメントまで書いてください。